そういう時期ではないかと思われます。まず仕掛けますのは向井。東はじっと受けております。1回2回3回まあ我々素人目に見ますと、強い選手というのは当たっても当たったような顔しないですね。顔面が好調してきました東。向井も懸命に挑戦しておりますが、これは顔面に当たりました。注意1、東が注意を受けました。後ろからの回し蹴り、これは完全にブロック。中段を突きました東。向井は懸命に前蹴りを見せますが効きません。早くに場外。しかしね、勝負ってのは分からない時があるんですよね。もうちょっとしたときからやっぱりガーンと倒れてるのがありますからね。強豪東を相手にしまして、頑張りましたね。1回2回と、あれが動いないと危ないですよ、東選手だって。さすが伸びてます。向井懸命に強豪東に、今度は足を蹴られました。下段を取りました。技ありが東の方であります。2敗決めるときはやはり決めていきますね。しかし向かい右、左の足はおそらく相当ダメージがあるでしょう。これは場外。東の右からの回し蹴り、小さい回し蹴りが功を奏しまして技ありを取りました東。向かいの方は懸命に飛び蹴り、あるいは前蹴りを見せております。場外に出て倒れ込みました。場の外から声が鳴っかけられます。そちらの方を向いて作戦を受けて向井東に向かっていきます。先ほど4回目の試し割りでは両選手に死闘で3枚を割っておりますが、あっと東体を入れ替えました。この辺りはあるいは読んでいたかもしれません。向井選手捨て身技いいですね。そうですね。あともう少しってところですね、はい。この試合の前にどうふうに戦おうかというのを考えたでしょうね。これはそれ考えたでしょうね、はい、選手は、ね、そうですね。後ろからの回し飛び蹴り浅いですね。中に入って東選手が止まったら危なかった。そうですね、中に入ったから体で受ける、はい、後ろから回し蹴り。しかしよく頑張っている向井。よく頑張っている、はい、ここで